皆様お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は日本海故障問題について取り上げていきたいと思います。後半には日本海故障問題に対する新たな展開もお伝えしますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。ためになったと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。そもそも日本海故障問題とは一体何なんでしょうか。簡単に言うと、日本海の故障を隣国が独自の故障である東海に変更するように求めている問題になります。国際的に日本海ないしその同義語で呼ばれている海域の故障を隣国が独自の故障である東海に変更するように求めている故障問題であります。隣国政府が国際舞台で東海水域の日本海単独表記に異議を申し立て、東海併記を主張したのは28年前となる1992年8月第6回国連地名標準化会議を通じてです。以後隣国はあらゆる機会を捉えて日本海の表記を東海イーストシーに改めるか、日本海ジャパンシーと東海イーストシーを併記すべきだと主張し続けています。ムンジェイン政権発足後も日本政府の隣国に対する輸出規制で隣国内に反日感情が高まっていた昨年9月、韓国政府はホームページなどに東海ではなく日本海と表記している公共機関を大々的に摘発している。今年10月にはムンジェイン大統領は自身のフェイスブック上に日本海表記が正しいという日本の主張は歴史歪曲だとコメントを出しています。もちろん日本海という故障は国際的に確立された唯一の故障であり、日本は何も間違っていません。英国、米国をはじめとする諸外国も海の故障のガイドラインに基づき海図を作成する際には日本海ジャパンシーの故障を用いています。しかし実際には隣国が主張を続けることにより表記が変更したといった事例も存在しているのです。ではその一例でもある隣国メディアの記事を紹介したいと思います。釜山の女子校がイギリスのウェブサイトに掲載されている日本海の単独表記を東海に正したと隣国メディアが報じていました。主導したのは釜山国際高校に通うシェヒョンジョンさんという名の女子高校生になります。彼女はイギリスのメディアサイトスタックドットコムに掲載されている隣国と日本の海の間の表記が日本海と単独表記だったことを発見しました。彼女たちは何度もメールで正すように要請したという。その結果スタックドットコム側は表記を東海に変更しました。シェヒョンジョンさんはナショナルジオグラフィック、ワールドアトラス、ロンリープラネットなど世界最大の多国籍な教材が東海と日本を併記しているという事実を言及し、すでに世界的な地図制作出版社、教科書発行機関などが日本海単独表記を東海表記に変えた一例を提示しました。これによりスタックドットコムは私たちの記事で混乱を与えてしまい申し訳ありません、あなたが指摘するように日本海表記の写真を下記のように東海に修正しましたと返信したのです。シェヒョンジョンさんは活動後にブログを通じて日本海を東海に表記してほしいと数多くのサイトに是正要請をしたが全部拒否された。それでも諦めずスタックドットコムを東海単独表記にすることができた。努力すればやり遂げることができ、東海も取り戻すことができるということを知るようになったとコメントを残しています。隣国人&隣国メディアによる無茶苦茶な報道に海外からは
批判の声が寄せられていましたので一部紹介いたします。でも海は日本の東側にないよね。意味がわからないな。この子はチャンピオンだ。両親に従ってしつこくやり遂げる。若い子にはなかなか難しいことだよ。東海だと詳細がわからない名前だよ。なんで韓国人は国際的に認めさせようと必死なんだろう。うぬぼれからだろうな。韓国人は航海のことを再開って呼んでるけど、中国に文句を言ったことは一度もないよね。韓国より北にある北海道まで伸びてるから、東海と呼ぶのは無理がある。日本に沿った場所にあるし。歴史では日本でさえ東海って呼んでたんだよ。日本海という表記は19世紀まで日本の歴史に登場してない。日本がメンバーだった IHO が出版した世界地図が最初だった。1929年に日本は朝鮮を侵略して統治権を奪ったから、東海の意味を議論するのは無意味だよ。歴史の長い名前を使うのは当然でしょ。東海だと方向しかわからないでしょ。韓国でしか通用しない言葉だよ。日本海は国際組織が決定したもので、場所もわかるからね。韓国海なら構わないけど。韓国は一部しか海に接してないけど、東海ってひどいな。そもそも日本がなければ太平洋だしな。しかも日本海は日本が勝手に名付けたものじゃない。もし日本がなかったら太平洋を東海とか言ってたんだろうな。日本の帝国主義がどうたらこうたら、本当にどうしようもない国。世界が認めている日本海という名に、隣国の女子高生が拒否されても何度も、東海に訂正してと言い続けるとは本当恐ろしいですね。間違った方向に全力で頑張るように教育されているのは少し気の毒でもあります。日本海の問題については、11月16日、国際水路機関 IHO 加盟国は、オンライン形式で総会を行っております。この総会では、今後、世界各国の海図作成の指針となる、太陽と海の境界について議論されました。そこで、S23 と呼ばれる出版物での日本海の単独表記を維持する一方、新たなデジタル海図標準である S130 では、海域を数字で表記することが暫定で承認されています。加藤勝信官房長官は、17日午前の閣議後会見で、IHO の報告書には、国際的に確立された唯一の名称として、日本海を使用してきた S23 が、これまでと同様に、引き続き、現行 IHO 出版物として公開的に利用可能と記載されていると述べました。また、茂木敏充外相も、紙の方は、日本海が残る。我が国の主張が通っていると論評しています。S23 では日本海単独表記になり、S130 では各海域を数字で表記するということは、隣国が執着する東海表記は世界から消えてしまうかもしれませんね。いつものように騒ぎ立てればなんとかなるといった考えで東海も通用すると思ってたかもしれませんが、今回は隣国にとって残念な結果となりそうです。しかし日本としては油断してはいけませんね。確かに今回の議論では日本海が認められたと言っていいかもしれませんが、隣国の執念は凄まじいものがあるので、日本政府は次にどんな手を打ってくるかをしっかり想定し、対策を練っておかなければいけないでしょうね。いかがだったでしょうか？よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また、
次回の動画でお会いしましょう。